はい、こんにちは、サルウィンです。行ってみましょう、イースクストっていうというわけでなぜキャバネみたいと思います。560日目のログイン&日記です。モニカちゃんなんか声カスカスやない、これ。風邪が治っていないのでしょうか。風が語りかけます。左だ、私です。なるほど、おやさんでしたか。おいせガールズペア、おがてガールズペア、おしせガールズペア、コートブリネガールズペア。悪くない展開かもしれない。でもあんまりパッとしてないっていうのはないですよね。さあ、で今日が7月6日、今日までだ。なるほど、わかりました。でも今ストラコインもらったからね、人が活動する時間ではないと。全くそう思うとこですが、深夜勤やろうなんでね、私はね。夜勤ドゥーベとかよく言ってた気がするね。懐かしいね、夜勤ドゥーベ。わからん人にはわからんですよね。夜勤ドゥーベ強いんだよ、夜勤ドゥーベ。カードゲームでも強かったんだよ。確か、ザクを強化するか。ザク？あれ、ザクって何だったっけ？シードって。ザク？ザクってあったっけ？ザクだっけ？まあいいや。忘れちゃった。なんか微妙に名前違うんだよね。でもザクだったよね。ザクだっけな。だった気がする。だってグフイグナイテッドとかもいたもんね。イグナイテッド？そうだよね。西川貴教。まあいいや。ちょっとわかんでやめときましょう。ってわけで、今日はなんかネタがあるんでしたっけ？なんかね、何か残しとこうって言ってた気が。もし。何かを残していこうと言ったんですけどね、いくらか手ガチャ回してー。でもマリさんのは、マリさんは UR にしたんで我慢です。でも誰の取ろうか、ぶっちゃけ誰の取ろうか、マジで悩んでるな。なんか主力メンバーが逆に程よく、なんか UR とはいくらや煮出しになってしまっているのが、逆になんか、なんていうのかな、足かせになってるというか、なんていうか、悩ましい状態になっているんですよね。どうしよっかな、マサドカちゃんの有限ファイアフライね。もうコスモリプレイはぶっちゃけまだ、はぁ、すいません。ね、まだ収束もしてないし、まあ、このぐらいだったら別に、でもまあレベル70まで検討したんだね、これ考えたら。うわぁ。それを考えるとちょっとね、って思うところはあるんですけど、まあ、ここは変えてもいいでしょう。変えちゃう。でユッキーちゃんのね、今ね、欲しいんですけどね。そうするとね、青き世界のソルフェージがどっか行くんだよね。まあ、ここにこだわらないで、ペペッとユッキーちゃんのキラル煮出しというか、煮出しとは言わないね。これはなんて言うんだ、まあ、覚醒か。覚醒して、まあ、片方がこのユーフォリアね。ユーフォリアの方が強いんでね、ソルフェージより。にするというのが、かなり戦力強化には間違いなくなる。日本語がちょっとやばいな。もしくはね、やっぱニホちゃんまで我慢するか。セイクリッドナイツを。待って、セイクリッドナイツの方がアルベインより強いのか。私、アルベインの方が好きなんだよな。悩むな。アルベインがどっか行っちゃうのか。アルベインめちゃめちゃ好きなんだけどね。悩むな。でな、このワルツ4ヴィーナスを取る前だったら、マリさんのね、キラルをやることによって、初のエクレア煮出しがマリさんになるという展開があったりしたんだよね。もしくは、ユーミちゃんか。ユーミちゃん今、サブメモがさっぱりなんで、煮出しにしちゃうとかね。でも、確かユーミちゃんの協力戦さんって、あれなんですよね、確かね。キラルじゃなかった気がするんですよね。そして、ティッカちゃんは、こっちがキラルなんだよね。そうそう。あとね、そう、まだコメントお返しできてないんですけど、そうそうそう。結構有益なコメントいただきましたよね。そうそう、UR と URIF の明確な違いが実はあるのをご存知でしょうかって話なんですよね。実は、UR って、よいしょ、ちょっと待って、通常のものですよ、一回。ライトニングボルト見ます。皆さん、この BGM。じゃあ、これ初めて見た？そう。この BGM に注目してくださいねっていうことですね。あ、これちょっと初めて見たかも。ちょっとゆっくり見ていい？いいね。ビームサーベルを持った。ビームサーベルできるな。ライトセーバーか、これな。おー、踏み台にしていく。どういう点か？ゲートみたいなのね。すごいね。エアボークにボスっぽいのがいる。
ほらー、これ走り、この結構な速度で走りながらこんなことができる、すごい身体能力、乗り物ごと破壊乗り物ごと行くという圧倒的パワーを見せる。これなんのって、ちなみにこれです、皆さん。そう、そう、 BGM と変わらないですね。通常、まあ、無印と言った方がいいかな。無印 UR は、実は BGM が変わらない。そして BGM 変わるのが UR イフラというお話をいただいて、なるほどね、と。ただまあ自分が持ってないと確認できない感じなんですね。結局、持ってるやつを確認。だからまあ、片方持ってれば、持ってない方がイフだなとか、持ってない方が無印だなってのが分かったりするわけですよね。だからマギさんで言うところの、ワルツ4ヴィーナスじゃない、あ、そうか、ワルツ4ヴィーナス、そもそもだった、ごめん、ワルツ4ヴィーナスじゃない方持ってないから判定できなかった結局判定できなかったやつみたいな。あ、じゃあこれが、なんかモルガナ様のロストコンバージェンスはどっちなんでしょうってことで、イフじゃない、イフじゃないってことで、うん、これがイフではなかったんですねっていうわけですよね、っていうアドバイスをいただきましたね、ありがとうございます。そうなんですよね。で、この風神雷神経典同地は BGM 変わるんですよね。リフ。リフ。風神雷神がいて。花火を飛ばす。そして、シュールだ。シュールなんだよな。すごいシュール、この雷神の走ってる姿とか。手に殴ってドッスン、本当にドッスンみたいなそしてちゃんと花火も飛ぶと、あの筒をバーンってこう地面に叩きつけた時にちょうど花火が飛んでっていう演出、すごいシュールだけど面白いねっていうお話で、まだ今日なんか他にやることありましたよね、なんだっけかな、ストーリー、ああ思い出したわ、そうでした、エピローグ見終わってたから、エピローグ見ます、クリアしたね。バレスオブリとマタドルオブリを倒したメンバーたちはもうスケを見つけ、無事牛舎に連れ戻すことができた。これも牛舎でいいのかな、牛舎かな、こっちは。牛の車、牛って言うなら牛の車と書いて牛舎と読むような気がしたけど、これは何て読むんだろうね。牛舎かな、牛舎かな。同時にモスネからモースケが元いたチャンネルを発見したとの報告を受け、モースケとの別れの時が近づいていることを知る。あら寂しい。だから名前とかつけると愛着湧くって言ったじゃない。モースケ。もうちょっと寂しそう、氷わかるね、ひなね、少し留守にしたけど寂しくなかったかい、平気、モースケがいたから、モースケにもきっと会いたい相手がいるよね、だから元気なかったんだ、あーなるほどね、つがいいみたいな、早く帰りな、あー優しい、もうん？それ氷の短冊？はい、またモースケに会えますようにですって、あーなんかいいね、でも会おうと思えば会えるのかな、そのチャンネルの場所さえ分かればね、うんうん、会えるといいね、あーなんかいい話で終わった感じかな、うん、七夕の夜、隊長さんたちをソロの推しにどんなお願いしますか、ごめんなさい、ここ最近な七夕というイベントを楽しんだことがない、なんなら一時期パチンコパチスロにハマっていた時に7月7日は暑い日くらいのゾロ目の日だとかいう認識のクソ野郎でしたが、何か問題でもありますね、ありましたね、うん、そうですね、はい、まあでも短冊でもね、いつぶりだろうね、わかんないね、高校とかでやったかな、七夕みたいなレベルですから、下手したら小中学校で終わってるかも、中学校でもやったかな、七夕みたいな。で家ではほぼやらないんでね。まあ、小学生になるときはやったかもしれないけど、もう記憶の彼方だな。さすがにちょっとなんとも言えないですね。そして、あとなんだっけ。所持品確認。短冊ですか、いい感じ。エリフェリクサーがもう少し欲しいってか、結構短冊エリクサーはやがって、対戦エリクサーめちゃめちゃあるね。こんだけあれば、まあぶっちゃけでも、特イベントはね、ほどほどにして、うん、
教育戦中ちょっと B 最低でも B ぐらいにはしていこうかな。今度からね、うん、多分いけるはず、これならね。でティックちゃんへの愛をあげたりとか、うーん、あとは何ができる、うーん、グレードアップ、うーん、足りねえ、いろいろ足りねえ、うん、どうしよう。ゆきえちゃんのはもう一個リライトするかどうかだよね、悩んでます。他のメンバーの様子を見るですよ。プラ読んでもいいというようなお話はいただいてはいるんですけどね、うーん、ちょっと悩んじゃうね。これさ、リライトして同じのが出るってことはあるんですかね。あったら怖いね。さすがに、普通に弾かれてるとは思うんですけどね。なんか今日やたらと見てるのさ、確かちょっとね、昨日ね、なんか結局、なんだろう、まあ、仕事前にね、仮眠を取るっていう思ったんですけど、思ったより仮眠取んなかったね。1時間弱ぐらいの仮眠になっちゃったからね、本当は2、3時間は最悪仮眠取ろう思ったのに、だから眠いんだな、そりゃそうかって感じですね。ちょっとお腹も鳴っていますが、はい。ティカちゃん着替えよっか。あ、分かった。着替えなんじゃ確かエリクサーもらえるよね。確かこれです。各2ずつでかいんだよねこれ。今日は地下からのお返し。イエスイエス、あざす。なんかティックさんちょっとお着替えしたいかな。この帽子なんか微妙だよなすごく微妙だなと思ってた。あー、これね、あー、これ待って、今なんで、あ、とか今は新おお、帽子が似合わねえ。あ、いいな、これか。ハイカラロマン可愛いんだよね。あー、可愛いな。これ可愛くない？やっぱハイカラロマンってめちゃくそ可愛いんだけど。私相当好きだよ、これ。なんか深層変身があるのか。で、あ、一回アクセレンドにしちゃう？アクセレンドにしちゃおうか。あー。おめめもこうなるんや、おめめもね。で、アクセを変えていこうか。これかわいい。お、メッシュが。最高、ありがとう。メッシュが入ったな。待って。ん？これなんだかね、これ。なんだかね、これ。ラブホストから見れるっけ？見れないか。すげえメッシュ。これかわいい。いいね。ありがとう。いいね、かわいい。これいらなくない？だよ、あー、なんていうのかな、普通通りじゃなくて、熊通りじゃなくて。で、この角は、いい感じかも。角か。めっちゃ長くなるやん。なんかついた。これそうか、今顔のパーツじゃねえのか。あ、尻だったね、尻。尻って。はぁ、あ。ちょっと待って、これ。あ、今これ、さ、ニューを今見てんのか。髪型が、これいいね。メガメッシュ、まあ確かにでも気になる。すごいね。お着替えめっちゃ便利になってる、このシステム。やりやすくなったね。いや、これがいいな、メッシュ。メッシュにしよう。で、頭と髪がセットのやつにやっちゃうと浮気されちゃうから、頭だけのやつをつけたいよね。これも髪か。髪はもうこれでいいね。毛も耳をつけますかって話か。まあ、あれなんかさっきのね、あれは頭かどっちかというと。ティックちゃん、でも確かに角か。だから多分つけてたんだね。隊長、こんなの持ってたんだ。何？分かっててやらないでよ。これは嫌なんだ。前までこれやったのに。でも奥が深いよね。深いね。いや、いらないかな。ちょっと頭に何かつけてあげて。こういうのか。嫌いじゃないんだけどね、こういうのね。でも誰かつけてた気がするな。これかわいい。最高、ありがとう。いい感じかも。嬉しいな、いい感じかも。嬉しいな。やっぱティックちゃんなんか和で行きたいよね、和でね。和で行きたいですよね、和でね。これだ。ほんまかよ。いや、ごめんって。ちょっと違うかも。ラムちゃんとかね。ティックちゃんも持ってるね。何がええかな、色体的には。なんかでもちょっとしたなんかそのワンポイントの和風のアクセサリーをつけたいんだよな。なんでこれ。これかわいい。
全然和の要素ないけど、和の要素のかけらもないからちょっと気になってしまった。こんなのもあるんだね。まあ、こういうところのリボン的なやつだよね。これ誰かつけてなかったかな。まあいい感じではあるけどね。これと悩むね。あんま気に入ってない。で、顔をね、このフェイスペイントじゃないけど、このなんか、クマ取りみたいなのを作る。クマ取りっていいんだっけ、あったっけ。で、耳、ホーン。これ何？隊長、こんなの持ってたんだ。これってさ、いや、でもなんか怖えな。何これ。カッターナイフみたいなのよ。やめようか。こっちじゃない。これもこれいいじゃん。あ、かわいい。これです。いいね、ピアス。急に和風が打ちなくなるグラさん。どうや。深いね。艦隊。さては、地下に対する挑戦だな。挑戦したわ、ごめんな。メガネはないかな。ティクちゃんはメガネっ子じゃない感じするよね。でも、相手のメガネっ子もね。賢さプラス10。そうね、メガネ、急に印象変わるな。やっぱメガネの印象がやばいね。まあ、自分でもメガネかけてるからわかるんですけど。メガネってすごいわ。一回お尻はとりあえずこいつか。猫尻尾。うわ。やばい。やばい、やばいよ。なんかもう、舌がニョロニョロ出てるみたいにしか見えない。なんだ、触手みたいになってるけど。これやべえ。こっちの方がいろんな意味でやばい。モザイク入れなきゃやばいかもしれないね、これな。あー、すごい。すごいな。え、もうないじゃん。ないじゃん。どこ行ったこれ。何の尻尾なんだ。どういうこと。中に食われてんのか。無理。分かっててやらないでよ。おぉ。めっちゃ今お尻つけしてるから、ちょっと。いやー、なんかもう、なんかいろいろとまずいな。うん。おぉ。頭から生えてる、なんかあの、ちょうちんあんこみたい。こいつのための、やつかみたいな。なんかでもこれめっちゃ噛み合うやん。これにしようかな。ね、なんか三毛猫ちゃんの尻尾っていうか、なんか三毛猫ちゃんが食べられてるみたいに見えるか、もしくはこいつがこういうあれなのかなみたいなね。あー、これはすごいね。来たね、これね。始まったね、これね。わ、これワンチャン、これあれだな。動画出したくねえな、これ。みたいな、ちょっと思った。これちょっと次回の、これあれだな、使いてー、やべえ、これ、動画で見せたくないかも。次回のマイアレンジコンテスト、これでいきてー。これ使いてー。まさかの展開あったな、めっちゃお腹なる。で、バックバック。あんま見えねえな。ちょっともうちょっと離れたいんだけど。もともとのコスは何をつけてんだい？ガチャでかいね。てかもともとは何になってんだっけ？分かっててやらないでよ。かわいいんだけどなんか。これなんかね、ちょっとデザインがな、羽はかわいいんだけどね。でも違うんだよ。和で攻めたいね、和でね。これは、さては地下に対する挑戦だな。野菜やん、これも。ごめんね、ちょっと違うかも。知ってます。この状態でさ、お尻見に行ってどうなってんの、今。もうなんか潰れてる。てか、なんならない。だよ。ああ、そこ今これになったんだけど。で、背中どうしよっか。でも奥が深いよね。この状態でお尻見に行っていい？ある意味すごい隙間から出てるんだよ、この。これか。右手はリンゴつける。左手は、この。なんかあんまり見たことないから、これにしよっか。ペットは？よしよし、
て呼ぼうかな。うん、これでいこう。いや雰囲気変わったね。やっぱいいね。やっぱなんか真相とかやっぱあれだよね。なんかいろんなさ、まあね、衣装もいいんだけど、やっぱね、独自のオリジナル衣装になるから、やっぱり変身衣装が熱いね。うん。で、変身衣装のデフォじゃなくて、そこにいろいろ組み合わせることによって、まあ個人的に一番かっこいいというか、中二心をくすぐりつつ可愛い衣装を作れる、かわいい衣装というかね、まあなんていうの、可愛いコーディネートができるんじゃねえかななんて思ったりとかするわけですが。おお、敵が早速来たね。決まりましたからね。ちょうどよかったね。さだかちゃんももけちゃんと着替えたいんだけどね。マリさんって言ったら、あ、ゆみちゃんもよね。ジュエ3万ってか今更だな。最初に来てほしかったから。デッキブラシ、あ、これ初めて見るんじゃない。んだったかな。めっちゃ悪い。大丈夫かな。不安になるぐらいなんかお腹になるんだけど、そのまあ確かにちゃんと食べていったんですけどね。まあ、私、まあ確かに結局は、まあ、仕事行く前に食べてるから、もう10時間近く食べてないことになるからね。うん、まあそんなもんですよね。2パンでは無理かな。あ、じゃない、2パンじゃないと無理かな。だね。うん、あとそう、スコアもらっておきましょう。いただきます。それじゃない。あ、そうそう、また今日が6日。よろしくお願いします。おいっす、おーちゃん、あざっす。で、1万、まあ1万5000円はいきそうですね。いただくだけで。あとはまあ今私冒険チャンネルに費やしてますからね。うん、今日が7月の6日ですね。こういう時にカレンダー天気だね。うん、やっぱり心ラベリンスの第3回装ってまだ来てない、来てないですよね。7月になったのに。だから4月9日からアップデート来てないからね。なんかね、先出し来た割にはなんかね、結構あれかな、まあこれかまだいろいろまだ多分微調整はされてるんでしょうけどね。うん、ちょっと予定に盛り込まれてたものがちょっと出てないっていうのはちょっと寂しいですけどね。でももしかしたら私が気づいてないだけで実はあったりもするのかな。実はあったらごめんなさいな。うん、よし、じゃああとは、うーん、このままですかね。なんだっけ、一通りやりましたね。やったと思うんで、じゃあ今回この辺で。明日は何がネタがあるかな。まあまたなかったらお着替えでもしようかな。はーい。じゃあそんな感じでお疲れ様でした。バイバイです。